赤棒古墳群は、青森県上北郡小平瀬町にある古墳群。国の史跡。本古墳群は、赤棒遺跡、天神山遺跡、十三森遺跡で構成されており、その総称である。この古墳群一帯は、昔から十三森と呼ばれて、中世の武者の墓という伝承があり、立ち、弾き、わらび手刀、まがたまなどが、農作業中に見つかっていた。 1986年4月に、マガタマが発見されて、翌年発掘調査が行われ、さらに1989年から1990年に、本格的発掘調査が行われた。7世紀前半まで遡る11号墳や、県内最初となる、平河原の湿度の成果が見られた。発掘では、刀、玉類、送信具、バグ、農工具などが湿度した。 その後1999年から遺跡の範囲確認調査、測量調査、発掘調査が行われ、7世紀前半から9世紀末にかけて作られた108基の末期古墳と8基の土工墓が見つかっている。古墳の大きさは直径10メートル前後、高さ1.1メートル程度で古代にエゾと呼ばれた人たちの集団長の墓と見られている。 平成19年7月26日に、国の史跡に指定された。刀、玉類、送信具、バグ、農工具、郵便番号039-2165青森県、上北郡小平瀬町長は工房。ありがとうございます。